新潟市では七夕を前に地元の商店街を盛り上げようと小中学生が七夕飾りを作り商店街に飾り付けました。上級生と下級生そして中学生も一緒になって願い事を書いた短冊や折り紙を飾り付けていきます。今日新潟市中央区の日和山小学校で行われていたのは地元の商店街を彩るための七夕飾りの制作です。小学生の願い事を覗いてみると、算数が得意になりたい、保育園の先生になれますように、学力が上がり健康に過ごせるようにと書きました。今日は日和山小学校の児童389人と新潟流都中学校のボランティア25人が異なる学年との交流を楽しみながらそれぞれの願いが書き込まれた短冊を笹に飾り付けていきました。楽しかった。みんなが協力してもっと仲間深まったと思うのでそれがとても楽しかったです。飾りを制作した後は、皆さんが作った飾りは僕たちが責任を持ってレースポンに飾りたいと思います。中学生にバトンタッチ。七夕飾りを中学生が商店街へと運び地域の人の協力を得ながら設置していきました。児童の願いそして中学生の思いなどが詰まったこの七夕飾りは今月28日まで地元の商店街を彩ります。